東京から北へ150キロ、栃木県の北部、那須野ヶ原の西にそびえる山へ分け入ると、塩原温泉にたどり着きます。古くから訪れる人々の心と体を癒してきた町、塩原。塩原を愛するみんなの合言葉、塩原プラスラブで塩原ラブ第113回始まり始まり。皆さんこんにちは。こんにちは。パーソナリティの小一です。そして塩原高原大根のフロフキンです。フロフキンちゃんこんにちは。こんにちは。寒くなってきたね。本当に、うん、なんかいい気候だねっていうのから寒くなってきたね。本当にこうね、月日が、まあ、毎週毎週ね、うん、流れていくのを、うん、肌でもしっかりと感じられるようになりましたね。だんだんみんなこうね、コートを着たりとか、うん、マフラーをするようにね、変わってきた、変わってきた、ね、うん、ね、まあ、こういう時はね、体調崩しやすい、うん、毎回言ってるよね、季節の変わり目変わり目ってね、うん、毎週のように季節の変わり目を感じていますけどね。それだけ激しいっていうことだ ね、 ね、うん、気温の変化がね、激しくなってますからね、うん、まあ、しっかりとね、身支度は整えて出かけるようにしましょうね。ですね、はい。それでは最初のコーナーです。塩原で起きたあんなことこんなことを紹介していきます。ローカルニュース塩原事件帳。まあ、いろいろとね、紹介したいことはあるんですがね、うんうん、いや、おかげさまで塩原温泉大繁盛ね、取材をしている暇がなくて困った困ったというところですが、うんうん、やはりニュースでお伝えすべきは、はい、あれですよね。何でしょう。紅葉が綺麗だというお話。おー、はい、今日は早速写真、写真はね1枚だけなんですけどね、うん、早速ご覧いただきましょう。こちらをどうぞ。おー、はい、11月5日のですね、紅の吊り橋のところの紅葉の状況を写真でご紹介しました。すごい、もうこんなに紅葉してるんだね。ねえ、一気にこう日ごとにね、うん、色も変わってくるし、葉も落ちるものもあったりするので、毎日毎日違った景色になるんでね、うん、じゃあ5日はこうだから何日頃もなんて期待していくと結構違ってたりする。あ、うん、まあ、この写真の時はね、結構カラフル、黄色とか赤とか緑ね、うん、ありますけどね、今日はちょっと写真を持ってきました。このあと1週間ぐらいすると、うん、じゃん、あら、すごいでしょ。1週間でこんなに変わるの？そう、まあ、これはねズームしてるのでね、うん、またあとはちょっとした気象条件ね、少し雨の降った後とかだとね、また違うんですけど、うんうん、まさに紅の吊り橋と呼ぶにふさわしい真っ赤な楓の紅葉をね、見ることができます。これは必見だね、うん、写真の中では緑っぽく見えていたのが、これからねだんだんその緑色の様子が少し抜けてきて、うん、赤、こうシンクとでも言おうかね、うん、そういう色に変わっていくんですね。もうこの一日一日の変化が見逃せません、はい、そしてその頃、まあ、1週間ぐらい経ってね、見頃になってくるのがこちらのスポットでしょうか。これは見返りの吊り橋、うんうん、こちらはね、赤というよりは黄色がとても綺麗、ね、周りはね天然の雑木林ということで、塩原の町の中に比べると少し遅れて紅葉するので、うん、いつ頃だろう、半ばかな、20日頃かな、ね、期待をして、ね、うん、これからも過ごしていきたいと思いますね、うん、さあ、今日のローカルニュース塩原事件帳、いよいよ温泉街の紅葉が見ごろになってきましたよという話題をお伝えしました。それではここで映像をご覧いただきます。この店知ってる？塩原温泉の今井屋さんにやってきました。今井屋さんといえば温泉まんじゅうです。今井屋さんの温泉まんじゅうはこんな楕円形のね、形をしてるんですけど、機械から出てくるのは丸く出てくるんですけど、はい、うちはそこをこう手直ししてわざと小判型にして
こういう形に後で直してるんですね。はいはい、なるほど。あの餡はどんな種類があるんですか？餡はね、あの温泉まんじゅうはこし餡なんです。こし餡、はい、はい。それで田舎まんじゅうが粒餡なんですけど。あ、田舎まんじゅうっていうのもあるんですね。はい、はいはい。温泉まんじゅうってね、こういうどこ行っても茶色の色してますけど、はい、これは何でなんですかね？あの黒糖を使ってますからね、はい、だからやっぱり風味はありますね。そうですね、はい、今井谷製菓さんの温泉まんじゅうでした。ではご一緒に塩バラブ。知らなくてもいいけれど知っていたらちょっと嬉しい塩バラの雑学マニアQ。さあ、塩原に関する問題をあれこれ3択でクイズに出しています。さあ、今日の問題はねマニアックだね、いつもだけどね。うん、いろんな地名があります。まあ、地名というか、あ、そうだな、道とか滝とか、あ、ね、そういった場所、いろんな場所に名前って付けられてるじゃない。はい、でその名前もいろいろと由来がありますよね。うん、今日はねそんな、地名の由来とでも言いましょうか、それに関する問題を出してみます。早速、はい、こちらです。じゃじゃん。さあ、いろんな地名がありますが、次の3つの中で1つはですね、ある人の名前に由来した地名、まあ、スポット名なんですね。うんうん、例えば高一山みたいなね、うん、人の名前プラス、場所の名前になって人の名前に由来した地名があります。どれがそれ、ね、人の名前に由来しているかを当ててください。 A は宝雪の滝、宝雪の滝。うん、B は不問淵、 B は不問淵、 C はさよがわら、 C はさよがわら。どれも塩原の温泉街にある地名です。でも、このうち一つは人の名前が入っています。どれでしょうね。宝雪の滝、不問淵、さよがわら。答えは耳寄り観光情報の後です。せーの、耳寄り観光情報。さてさて、うん、今日の観光情報、やっぱりね紅葉満喫したいという人に、はい、今からでも参加できちゃう紅葉の案内とでも言いましょうかね、うん、そちらを紹介していきたいと思います。塩原温泉ビジターセンターでは今年の秋初めてですね、うん、毎日連続で森の散策、ご案内をしますというのに取り組んでいます。うん、まあ、毎日といってもね、あのロングランということではないんですが、11月の3日日曜日から11月の10日日曜日、8日間続けてですね、錦秋の森散策、紅葉の錦絵となる遊歩道へ行きましょうというねイベントをしています。いずれも午前10時から正午まで2時間なんですけれどね、森の案内人パークコンダクターの方が皆さんを紅葉の美しい森の中をご案内して、木の説明だとかね、植物のお話、そういったものをしてくれるというものなんですね。塩原温泉ビジターセンターに集合していただいて、参加料は300円、おー、たったの300円、安い、うん、ね。そして塩原温泉のお宿に宿泊されている方はなんと無料、うん、すごいサービスじゃない。うん、うん、各回30名までということでね、この間もね連休中ね、たくさんのお客様をご案内しましたとね、うん、パークコンダクターの方がねすごく生き生きとしたお顔でね、言ってました。
遊歩道の自然散策イベント錦秋の森散策、11月3日から10日まで毎日開催しています。塩原温泉ビジターセンターにお問い合わせいただきまして、ぜひ参加してみてくださいね。ビジターセンターの電話番号は0287-32-3050、 0287-32-3050 です。さて、もう一つ、この間テレビで塩原温泉の生中継がありました。はいはい、見ましたか？あったよっていうのを聞きました、うん、まあね、朝のちょっと忙しい時間帯だった人もいてね、うん、見逃しちゃった方もいるかもしれませんがね、うんうん、全国とそれから首都圏とね、中継がありましたけれども、その中で今大根が美味しい季節なのでっていうね話で、大根をぶら下げている話とか、うんうんうん、美味しい大根をこう味見しているシーンとかが出ましたが、皆さんに、この美味しい塩原高原大根を味わっていただこうということで開催しているお振る舞い、うん、何でしたっけ、ほらほら、鍋、そう、うん、大きなお鍋、うん、大根大鍋振る舞い、あと1回あるんですね。ほう、はい、11月13日水曜日、塩原温泉の中心部の門前地区の皆さんが開催ということで、塩原温泉交流広場または商店街で行うよと、まあ、この辺はね、まだね最終的に決定してないかもしれないですがね、まあ、お天気によってちょっとね場所を移動することがあります。11月13日水曜日、塩原温泉交流広場、この辺りを中心に門前地区の皆さんがけんちん汁、うん、ね、大根を使ったけんちん汁、そしてお漬物も食べさせてくれるようです。お振る舞いということでもちろん無料なんですね、うん、嬉しい、うん、ね、少しこう肌寒くも感じられるようになってきたところで、温かいというか熱々の、ね、お鍋をこう、ね、うん、食べていただくと本当に、あ、塩原の秋だなと、ね、感じていただけることと思います。今年は4回開催しますが、11月13日が最終回となりますのでね、まだ味わってない方早速チェックしてぜひ訪れてみてください。まだまだ紅葉シーズン続きます。塩原の秋を満喫しにぜひ来てくださいね。以上、耳寄り観光情報でした。さて、マニアッキー答えの時間です。今日の問題は、塩原にあちこちに地名がありますが、次の3つのうち1つは人の名前が付けられた地名となっています。それはどれでしょうか？ A 宝雪の滝、 B 不問淵、 C 佐与河原。フロフキンちゃん、答えをどうぞ。うーん、 C の佐与ヶ淵、佐与ヶ原、あ、佐与ヶ原C の佐与ヶ原、うん、佐与ちゃん、佐与ちゃん、ブブー、うーん、残念でした。じゃあね、 A の宝雪の滝、の滝、 A の宝雪の滝、うん、なんかこう画像みたいだよね、宝雪さん、うんうん、残念。あら、ブブはい、答えは B の不問淵。不問ってどういう字だろうってね、うん、今日はクイズの方もひらがなで出題をしてましたけどね、うん、不問っていうのは普通という字の不に、うん、門前とかの門、お寺の門の門、うん、ということで不問、渡辺不問という人がいまして、この人は江戸時代に活躍をした画家、絵を描く人なんです、うん、でこの不問がですね、旗織というところで、川に架けられた一本橋を渡っていて、うん、残念ながら川に落ちてしまって亡くなった、うん、ということから不問淵という名前が付けられました。
ちょっと哀れなね、なんかね悲しい感じ、はい、お話なんですけどね。え、塩原の方なの？そう、塩原出身でね、宇都宮のお殿様のところでも絵を描いたりとかね、大変あの素晴らしい、お釈迦様の涅槃図を描いたりとかね、そういう方なんだそうですけどね。さあ、法説というのは残念ながらね、ちょっとそちらの方がこう美しい感じもしましたのでね、これは多分ね、滝の水がこう雪をこう散らすようにねなってることからつけられた字なのかな。ちょっと難しい字、雪を投げ打つっていうようなあの意味があるものです。そして鞘河原の鞘、これはね本当は鞘の河原っていう地名を、ちょっと鞘の河原って地獄っぽいので、名前をあえて変えて鞘河原と呼ぶようになったという、ちょっとねこう印象のいい名前に変えたために、鞘河原、小さな夜の河原っていうね、はい、まあ、ちょっと韻を踏んだ感じで鞘の河原から鞘河原に変わったという。鞘はどういう字だったの？鞘銭とかの鞘、あの地獄の入り口、鞘の河原の鞘だね、ちょうどこう集落と集落の間のね、今日人気のない河原だったのでね、そんな名前がついてたそうなんですが、ちょっとこれではということでね、鞘河原って呼ぶようになったそうです。でも今もお地蔵さん、鞘河原、あ、鞘の河原地蔵というのがあるんですよ。はい、今日の問題は人の名前に由来した地名、皆さんもいろんな地名ね、身の回りの地名も調べてみると結構面白いこと見つかると思います。それではもう一度ここで、映像をご覧いただきます。この店知ってる？こんにちは。いらっしゃいませ。こちらのお店のオリジナルのものってありますか？はい、こちらは山椒伝聞が名物ですので。こちらですね。はい、山椒伝聞だそうです。これはどんな風に作るものなんですか？はい、こちらは山の山椒の新芽を集めて、よく煮込んで作るもので、名物ですね。ああ、ちょっと味見とか。はい、はい、ございます。ちゃんと用意してくれてましたよ。味見してみてください。はい、はい、ちょっとだけ見てみますか。うん、これしょっぱいですね。置けるほど3年もありますので。うん、はい、おすすめの食べ方とかは、はい、あのおにぎりの芯にしていただいたり、あの冷ややっこに合わせていただいても美味しいです。あ、美味しそうですね。はい、はい、山椒伝聞です。鈴木屋物産店さんの山椒伝聞でした。それではご一緒に塩原ラブ。続いてのコーナーは、ふるさとを愛する気持ち、塩原を愛する気持ちから生まれた言葉です。塩原プラスラブで塩原ラブ。今日の塩原ラブは11月初めの3連休、2、3、4とね連休になりましたね。はいはい、この日はやはり紅葉の最、まあ一番のシーズンとも言ってもいいかな、ね、秋の行楽シーズンのど真ん中という感じでね、大変塩原温泉も混み合いました。でこの3日間、実は職場とは別のある場所で過ごしたんです。ほほ、どこだと思いますか？塩原ででしょ。うん、塩原物語館の建物ではなくてですね、JR バスのターミナルのところにある町巡り案内所で過ごしたんです。ほう、3日間。3日間。ほうほう、うん、どうしてもですね手薄になってしまう、それからお客さんが多い、その3日間となりましたので、ちょっとあらかじめねこう職場のシフトをですね調整してもらって、この3日間、町巡り案内所に勤務というか勤めていました、でこの、ね、3日間もやはり、お休みの日ということもあったので、2時間の町巡りツアー、徒歩で、散策をする町巡りツアーも実施したんですが、ガイドとしても
やらせていただきましたので、たくさんのお客様を案内させていただいて、で逆にガイドが出ているときは留守番をしているというようなことでね、いろんなお客様と接することができたので、ちょっとその辺のお話、この連休中ね、もちろん一泊で帰られる方もいましたが、二泊の旅行に来ている方もいました。バスで到着されて、でちょっと宿のお迎えの時間まで時間があるんだなんていうことでね、見どころの、ね、紹介をしてあげて、でじゃあ行ってくるねって、で帰ってきてからお迎えが来たので、じゃあゆっくりしてきてくださいなんていうことでね、見送ったお客様が2日後、お宿から送られてきて、また案内所に寄ってくれて、いかがでしたか、いやのんびりできたよとかね、そういうお話をして、あこういうふうにね、お迎えと見送りと両方できるというのは面白いなと思ってね、旅館から出てしまって、もしかすると旅館の中でのお話よりも案内所での話の方がこうザックバランに世間話も含めたいろんな話ができるのかなっていうんでね、お酒が美味しかった話とかね、温泉が良かったとか、歩こうと思ったら車が多くて横断がなかなかできなかったよとかね、そんな話をしてくれて、初めて来たけどねすごく良かったからまた来るねって言ってね帰ってってくれたりね、嬉しいね、すごく嬉しかったですね。また向こうもびっくりだったでしょうね、また同じ飛行一さんがいたって言ったらねそうだね、でまたあれ去年来た時さいたあのお兄ちゃんなんかはいないのかいなんて言われて、ああちょっと今ねお勤め行っててね、今日は留守なんだよなんて言ったら、ああそうなんだ、去年また来年来るからねって言って本当に来たんだよなんていうね、そんなお客さんたちもいましたし、でまたあちこちね本当遠くからいらっしゃる方もいるしですよね、なんで東京に単身赴任で来てる旦那さんのところに奥さんが来て一緒に旅行に来たんだななんていう方とかもねいたしね、いつもはね、観光協会の中での案内とか、売店でのお買い物のやり取りとは違ったね、こうなんて言うんだろうか、 無対無ゼロ対ゼロみたいな、本当に心と心だけをこう通わすような、そういう接客みたいなね、ところがすごく楽しいなと思ってね、いました。でこのね連休中は車も大混雑だったので、バスも遅れちゃうんですよね、でバス待ってる人がね不安なところをね、ちょっとね、もうちょっとで来るかなとかね、早めに出かけた方がいいですよなんていうねアドバイスもして、あげることもできましたし、やっぱり人気があったのがお風呂に入れるところとか、とて焼きを食べられるところと、お昼がね食事をしたいとかね、ありましたからね、なんとなくこうふと忙しさで忘れがちになってしまう、 こうお客さんとのやり取りみたいなところを、ちょっと再確認するねいい機会だったなと、ね、そんなふうに思いました。素晴らしい、そしてね、ガイドの活動もね、普段はボランティアの皆さんにお願いしているところですけど、たまにね自分自身がガイドをすることによって街の中をまた再発見してみたりとか、いろんなね季節によっての話の変え方というかね、そういったのもね、いい復習になったなという感じで、なんとなく自分が得をした気がしますけどね、それは何よりだよね、何よりだね、とてもねいい連休となりました、ね、またねこの後も土日に街巡りツアー開催したりとかね、ボランティアの皆さんの活躍の場は待っているので、こうした貴重な体験もっとたくさんのボランティアさんにさせてあげたかったよっていうのが最終的には本音だったりします。今日の塩原部は街巡り案内所で過ごした3連休というねそんなお話をさせていただきました。最後のコーナーです。小一さん、何ちょっと教えてほしいんだけど、なんだい確かさ、
おかみさんたちの餅つきっていうのがあったような気がするんだけど。おかみさんの餅つきね、うん、そうそう。今年はいつやるの？うん、じゃあ早速。おかみの餅つきというのは、うん、年末だね。1年間のお客様、たくさんのお客様お越しいただいたことに感謝し、うん、そして、来年も、大繁盛しますようにというね、願いを込めておかみさんたちが餅をつく、うん、面白いイベントだね、うんうん、なんですが、今年は12月15日日曜日に開催します。ほうほう。12月のね、まあ年の瀬ということでね、12月15日はなんと大安吉日、うん、こういった日、いい日を選んだというのもありますけどね、うんうん、おかみさんたちが集まって、本格的なねお餅つき、記念をふるってねお餅をつきます。そして、引き沼餅つき保存会の皆さんの協力によりまして、餅つき歌に、ね、合わせた餅つき、それから面白いんだよパフォーマンスでね、うん、こうみんなでつきながらねお餅ポンって持ち上げてみたりね、うん、こうこね取りをする人がねひょいってこうね持ってみたりとかね、うん、こう水を入れたみたいってね、いろんなこう仕草とかもとても面白いお餅つきなんですね。なのでおかみさんのちょっと力強い餅つきを見るのと保存会の皆さんのこう軽快なお餅つきを見るとね、両方楽しめますね、でついた餅やっぱり食べたいでしょ。はい、はい、つきたてのお餅は大根おろしとかきな粉とか、あんこね、そういったものにつけてその場に来たお客様に振る舞われます。うん、それもまたお振る舞い、お振る舞い、うんうん、そしてね、お餅はね、妙雲寺というお寺と塩原八幡宮神社ね、この2か所に奉納して、ぜひ、来年もたくさんお客様いらっしゃいますようにっていうことでね、おかみさんたちが奉納するんですね、うん、おかみ餅つきは12月15日だよ、はい、はい、こっちさんありがとう、チェックします、ぜひ遊びに来てね、はい、はい、さあということでね、今日の番組も終了となります。この後はパナソニックと落語芸術協会の協力により作成されました塩原温泉の紹介ムービーね、お送りしますので引き続きご覧ください。塩原プラスラブで塩原ラブ。